セカンドボールうまく止められませんでしたけども、大岩です。そしてキャプテンマーク岡本から中へのボール、大橋が入っていきましたが跳ね返していきました。吉野でした。さあ高橋シュート、おー、きたー、ゴールイン、血を這うようなシュート、これが決まりました。田島、落ちて受けたビエイラ、反転で遠くを見たスピードスターの藤井です。さあ藤井、横パス使ったダイレクトシュート、藤井。そして今度は左、小川から縦へのパスが入ってくる。そしてディエゴ・オリベイラ、また浮かせてきた、ヘディングシュート、決まった。 FC 東京戦ね、まあ本当にこう、水沼クロス入れて前田、前田大然、決定的な3点目を入れました。今坂本コーナーキック、坂本入れた、南、これチャンス、シュートは見事だ、クロスバーの下っ面に当たって最後は高木が決めた。このゴール2点取って、さあ小山津中まで入って、小山津のシュート、少しブラインドになっていなかなと思いますけども、掴んでいきました。ドグラスビーラー、浅野インパクトのあるミドルを決め、塚川です。さあ三笘いった、三笘がいった、もう一ついった、三笘のマイナス、右足やった、最後イエロー、存在感を見せました。増山、ここもやり合います。増山取った、ノーファール、いやー強い、見応えありますね。おっと、このパスは稲垣ミドルバール、ミドル来た、見事、いやー見事、原川から坂本が入れてきた、ファーサイド、清武、キャプテンが決めました、清武今シーズン初ゴール、ミートできましたね、素晴らしい。